森安ジャパンで絶滅危惧種の国内組の星となるか。日本代表は6月に国際親善試合エルサルバドル戦15日、トヨタスとペルー戦20日、パナスタに臨むが、攻撃陣の新鋭と期待されるのが J1 王者、横浜 M のエース MF 西村拓真26ら。元日本代表 MF 前園正清49イコール本誌評論家が今後の可能性を分析した。西村は豊富な運動量や驚異的な決定力を武器に、昨季は横浜 M で不動のトップ下として J1 優勝の立役者となった。森安ジャパンには昨年7月の東アジア E1 選手権で招集経験があるが、欧州組も含めたベストメンバーのチームでは3月に初めて選出された。ウルグアイ戦で途中出場すると、投入直後に値千金の同点ゴール。続くコロンビア戦ではスタメンに抜擢されて攻撃陣を牽引し、南米の強豪相手の2連戦で強烈な爪痕を残した。森安ジャパンでは常連メンバーのほとんどが欧州組で、3月も攻撃陣の国内組は西村と FW 町の州と湘南のみ。数少ない国内組にあって代表に定着できるのか、前園氏はまず、2列目はポジションが厳しい現状はあります、と指摘。同じトップ下のライバルには MF 久保建英、レアルソシエダード、や MF 鎌田大地、E フランクフルト、など実力者がおり、割って入るのは難しいのが実情だ。それでも、アグレッシブさ、前線から追うチェイシングは素晴らしい特徴です。そして、代表で、すぐに点を取ったことは重要です、と西村の魅力を高く評価する。その上で、新戦力が結果を残せば、代表もマンネリ化を防げます。今後は呼ばれるたび、大事な時に点を取り続けることで先が見えてくるでしょう、と期待を寄せた、西村は代表定着へ、まだまだ物足りない。ここから何ができるかが本当に大事、とやる気満々。2026年北中米W杯の舞台に立つために、ここからが勝負だ。